イオカードは、かつて、東日本旅客鉄道より発売された、磁気式プリペイド乗車カードである。利用範囲内の駅であれば、自動改札機にこのカードを直接通すだけで運賃が自動的に生産され、そのまま通ることができたほか、オレンジカードと同様に、自動券売機での近距離乗車券類の購入や、自動生産機での乗り越し生産に利用することも可能である。 最盛期の2001年度には868億円の売上があり、オレンジカードの最盛期の約2.5倍の売上にまで成長した。現在は IC カードのスイカに移行し、カードの新規発売と自動改札機での利用が終了している。自動券売機、自動生産機では現在も引き続き利用が可能。なお、 スイカの内主に2007年3月17日以前に発行された記名機能及び定期券機能が付けられない乗車カードについてはスイカイオカードと呼ばれている。本校では磁気式イオカードについて解説する。磁気式イオカードに対応していた頃の自動改札機。右側はこの頃から設置され始め近年増加傾向にあるスイカ専用の改札機。 直式、イオカードの対応の可否によって、正面の LED の表示が異なっている。関東圏の JR 東日本の駅の自動改札機に直接カードを投入して、運賃生産ができたほか、自動券売機での乗車券類の購入や、自動生産機での乗り越し生産もできた。ただし、入場券としての利用はできなかった。直接入って、 直接出ることができるということで、イオカードと名付けられた。日本初のストアードフェアシステムである。複数事業者間の相互決済が可能な仕組みは、持っておらず、J スルー、スルッと関西、パスネットのようなシステム自体の名称はなかった。多種、多様ながらが発売されていた、オレンジカードをイオカードと誤認して、自動改札に投入しないよう、 当初、ヨカードロゴを大きく表示した3000円と5000円の基本柄のみ発売されていた。基本柄の打ち立て柄は、比較的早く発売を中止し、横柄のみが発売されていたが、イオカードの普及に伴い、オレンジカードの発売が減少したこと、大規模災時に伴う自動券売機の混雑緩和を狙い、1993年の 第30回東京モーターショー記念イオカードから各種企画柄の発売が開始された。当初は、イオカード使用上の初注意事項を裏面に記載できる1000円のみであったが、3000円と5000円券についても、表面のスペースのうち約1、3を割いて、初注意事項を表示することで企画柄を発売していた。企画柄の普及に伴い横型基本柄の発売は終了した。 1991年3月1日に山手線内の一部の駅の総合間で使用を開始し、以後順次エリアを拡大し、最終的に東京近郊区間内の自動改札機設置駅で使用できるようになった。自動改札機を設置していない改札口や駅業務が他社に委託されている駅では使用できなかったか、使用できるようになるまで時間を要した。 パスネットは先行するイオカードに合わせて使用が決められたが JR 東日本は IC カードを開発中との理由でパスネットに参加しなかった北千住駅と綾瀬駅の自動生産機では最終利用路線が JR 線である場合の運賃の生産にイオカードを使用することができたまた両駅とも自動改札機での使用が可能であった理面には 乗車記録を印字する場所が確保されていた。発売当初は、乗車月日、時間、駅、毎引き運賃を印字されていたが、1996年2月から7月にかけて、乗車月日、駅、前引き運賃、降車駅、残額といった、印字方法に変わった。ただし、パスネットと異なり、自動券売機や自動生産機での利用時は、印字がされない。 このことは、使用方法にも記載されていた。従って、自動改札機での使用が不可能となった現在では、印字手段がない。偽造の危険性や、Suica の利用可能地域、用途の拡大による普及に伴う需要の減少から、時期カード式のヨカードは2005年3月31日で、発売が終了された。販売済みのヨカードは、 翌2006年2月10日の最終列車をもって自動改札機での使用を終了し、翌11日の始発からは自動改札機の矢印の下にある IO マークが消え、同時に投入口の周辺に磁気式、IO カードはご利用になれませんというステッカーが重付された。ただし自動券売機や自動生産機では引き続き使用ができるほか残額を JR 東日本の首都圏の主な駅の緑の窓口で現金にて無手数量で払い戻しできる。なお、払い戻された元のカードは返却されない。また、上記の千代田線綾瀬駅、北千住駅での生産にイオカードが使用できる点についても、2007年3月18日の東京地下鉄のパスも導入、スイカとの相互利用開始に伴い、 ほとんど意味をなさなくなった。ありがとうございます。